何よ、それとこれとは違うじゃないのよ。そうよ、違うわよ。だって、コーチ君がなかなか分担をやりこなせない事情は分かったんでしょ。そんなことを言えば誰にだって事情はあるわよ。それは先週も議論したじゃないの。だから、コーチ君を手伝ってやろうってことになったんじゃないの。結局私たちの共同政策、ちっとも進んでないのよ。早くやらないと2月が終わっちゃうじゃないのよ。そんなにガミガミ言わなくたって、コーチ君ももう分担できるって言ってるんだから、いいじゃない。これから頑張って出直せばいいんだもん。稽古はのんきすぎるわよ。だって、変に喧嘩づくになることもないと思うから。言っときますけどね、私はぐずぐずしたやり方が大嫌いなの。変だよ、泉。みんなだってさ、これから頑張ってやってしまおうっていう気持ちになってんのに。それでいいんじゃない？私にだって予定があるのよ。共同政策なんて早くやってしまいたいのに、いつまでもぐずぐずされちゃ叶わないわ。喧嘩なんて嫌だな、私は。稽古、ちっとも人の気持ち分からんとしないからよ。虫の居所が悪かったみたい。今日、泉さん他の人とも言い合ってたみたい。機嫌が悪かったのよ。気にすることないわよ、恵子さん。焦ってるのは、まとめの責任者である私なのよ。そこ泉行ったら、ガミガミ言うんだもの。私だって頭飽きちゃうわ。ま、帰ろ。バトンクラブ？どうしたの、泉？あの人何かカンカンに会ってたみたいよ。恵子と喧嘩したんだって？喧嘩じゃないわ。ちょっとした意見の添い手くらいよ。じゃあね。さよなら。さよなら。さよなら。大体合わないのよね。恵子と泉は。両方ともリーダーになりたい方だもんね。果たしてあの二人の喧嘩、どうなりますことか。明日からのお楽しみ。帰ろ。だからさ、初尾くんとジペイくんのとこ。急いでくれない？小一くんは今どんどん進めてるらしいから、君たちが一番遅れてるのよ。そんなこと言わないでやってよ、早く。今日だって泉に厳しく言われちゃったのよ、私。本当に頼むからさ。言わないわね、私。どうしたの、恵子。電話口でおかしいじゃないの。そうじゃないわよ。とにかく早くやってね、初尾くん。とてもつまらないことから、泉と言い合いしてしまったんです、私。バカバカしいと思うけど、泉だって変だと思うのよ。私はぐずぐずしてるのが嫌いなの、なんて。私だって社会科見学の記録を早くまとめて、先生に出してさっぱりしてしまいたいんだもの。どうしたの、あんた。帰るなりツンツンして、ヒステリー起こしてんじゃないの？何かあったの、学校で。大したことないのよ。明日なら収まっちゃうわ。ならいいけどさ。お母さんいるかい？いるよ。お母さん、下のおばあちゃんが来たわよ。あら、いらっしゃい。もらいもんなんだよ。お裾分け。あら、いつもいつも。うわぁ、おいしそうだ。しょっちゅうここのおじいちゃんに糸染めのことで無理してもらってるからさ。いいのよ、心配しなくても。おじいちゃんはね、おばあちゃんがたった一人のガールフレンドなんですもの。え？ガールフレンド？そう。うるさいな、もう。どうしたの、恵子ちゃん。ヒステリー起こしてさ。ただいまー。よ、おばちゃん。お、ボーイフレンドのお帰りだ。あ？食わないと遅れるぞ。ちょっと走りすぎたな。おはようございます。早いんじゃないの。はい、ちょっと恵子さんに。恵子、あやちゃんだ。早すぎるわ、あや子。どうしたの。私、注意しておこうと思って。え、
ひどいわ、泉ったら。ゆうべね、私、お習字の塾で泉と一緒になったの。そしたら、みんなの前で稽古の悪口言うのよ。陽子も秀子も一緒でしょ。あの二人に悪口言ったのよ。稽古さんっていつも自分中心主義だから嫌だなんて。何が自分中心主義なのよ。一体何だって言うの。だってそう言ったんだもん、現に。いくらなんでもそんなことまで言われちゃ私も怒るぞ。やめなさいよって私注意するのに、泉ったら構わずポンポン言うのよね。恵子、おはようございます。食べないと遅れるわよ。彩子さんには先に行ってもらえば。何かあったな、あれは。あ、何かってなんだ。いいから美津子、あんたも早くよ。ほら早く食べろ。もういらない。腹減るぞ。ほらね。何やってんだい、恵子と泉。相当揉めてるみたいだな。それでか。あのな、昨日恵子のやつ電話よこしてさ、共同研究は早くやれってガンガン言うんだよ。電話で怒鳴るんだぜ。頭きちゃうよね。遅れたの俺のせいもあるからな。平気平気、まだ2学期が終わるまでたっぷりあるんだからさ。昨日の恵子のやつじゃそんなこと言ってるとビンタくらいずちって。本当かよ。うわっかね。女、気が小さいからやだよな。ピリピリ、ピリピリしてさ、すぐ。ま、そういうとこあるよな。じゃあさ、私が泉と話してみようか。そうね。彩子さんから恵子さんの気持ちもさ、分かってもらったり、泉さん、口を聞くのも嫌なら、彩子さんには話せるわけだもの。口を聞くのも嫌だなんて言ったの、泉。陽子さんが言ってたわよ。1時間目の後の休み時間の時。いいわ、私からどういうのか聞くから。やめなさいよ、また褒めるからさ。私に任せてね。その方がいいわ。また喧嘩になったら嫌だもの、同じ班でね。私に任せて行こう。悪いけどいい？いいわよ。じゃあ、さよなら。恵子のことだったら、私何も聞きたくないわ。そう言わないで、聞いてよちょっと。さんざん私の悪口に振らしてるんだってね。みんながそう言ってるわよ。恵子は記録をまとめる自信があるらしいし。いいじゃない、泉。慌てなくても平気だって。そんなことをわざわざ言いに来たの、彩子。恵子、本当はそう思ってると思うな。泉が当てんぼうすぎるって。私が言ってるのはね、みんなが集まって何度も相談してからまとめにかかるんだから、こっちの都合も考えてほしいって言ってるのよ。学習塾へも行かなきゃいけないし、お習字はあるし、稽古みたいに何もやってない人とは違うんだもの。そうでしょ。突然これから毎日集まろうなんて言われたら困っちゃうんだもの。悪いけどそう言っといて、彩子。じゃあ稽古に泉は話し合う気なんかないんだって言っときますからね。そう言っとくわね。彩子、どういうことよ。恵子さん、恵子さん。ダメダメ、あの人全然ダメよ。恵子、何がダメなの。泉、あくまでも恵子の悪口言うんだもんね。そうだけど困ったんだな。みんなで集まって記録のまとめをやらなきゃならないのにな。喧嘩もしてられないんだよな。じゃあ
泉抜きにして、セーバー？それは変よ。うん、私もそう思う。変よ、親子。絶対に変よ。じゃあ、どうするの？私が悪いから、泉許してって、稽古を言うつもり？仲直りするわけ？だって、いつまでもこんなことやってたら、グループでやる仕事が何もできなくなっちゃう。私責任者なんだもの。だって、泉が悪いんじゃないの。ね？つまんないことだったのにな。そもそもは。話しなさいよ。何のことだか。なんだよ、お前たち。悩み事でもあるのか？だってこの子、気持ち悪いこと言うんだもの。どうして、ちょっとしたことから変にこじれちゃったりするのかな。友達なんて、そんなものかな。なんだか話してみなよ。さ、どう話していいかも分かんないくらいのつまんないことなのよね。ま、ご心配なく、なんとかなりますから。そう、なんとかしなきゃ困っちゃうの。では、おやすみ遊ばせ。お騒がせしましたね。おやすみ。なんだありゃ。なんでしょう。まさか恋の悩みじゃんめな。バカね。いや、結構深刻みたいだ。まあ、なんとかなるって言ってるんだから、なんとかなるんでしょ。次の日は日曜日でした。本当は今日あたり、みんなと集まって記録のまとめの相談をしたかったのに、できませんでした。考えれば考えるほど変なことになっちゃったなと思いました。けいこさん、明日よ。あのね、私、さっき、あやこさんと話したのよ。そしたらね、あやこさん、意外だったのよ。何が？あやこさん、ひょっとしたら、けいこさんと泉さんを仲直りさせたくないんじゃないかしら。え、どうして？だって、仲直りするように話してくれたんじゃないの？違うの？恵子さん、彩子さんと話してみた方がいいんじゃない？だってね、彩子さんは恵子さんと泉さんが仲良しなのあんまり好きじゃないみたいよ。どういうことよ。わかんない。何のこと？はっきり言わなかったけど、彩子さんは恵子さんと一番の親友でいたいみたい。だから恵子さんと泉さんが喧嘩してる方が面白いんじゃないかしら。そんな気がしたな。なんだか。あ、恵子さん。私、泉と二人きりで話さなきゃ。やっぱりいけないと思って。どうして？だって私たちのこと周りの人が勝手にいろいろなこと言って喧嘩を大きくしてるんじゃないかなと思って。みんなが言うみたいに泉は喧嘩族じゃないかもしれないもの。行くの？だって喧嘩してるのは私と泉なんだもの。聞くけどさ、彩子仲直りできるようにちゃんと話してくれたの？あの時。